ちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。天皇誕生日の金曜日、なんだか雪だかみぞれだか、降ってますけれども、皆さん元気でいいお過ごしでしょうか。高校受験はもう終わりましたよね。ですので大学受験、これから国立大学の前期試験に向かっていく方、最後の追い込み、ぜひ頑張ってください。で、今日お話しするのは就活のお話です。3月1日もうすぐ来週になると3月1日ということで、就活解禁という話になっていきますけれども、実はもうその裏側でというお話です。このお話、何度もお話ししていることだとは思うんですけれども、大学3年生の方、大学4年生の方、もうそろそろ慌てないと、もうだいぶ手遅れになりかけているのが大学4年生ということになりますので、ぜひまあリマインドという形で、お考えいただければなと思います。正規のスケジュールなんですけれども、3月1日企業からの就活に対する広報の解禁で、6月1日から内定が開始されますよということで、こちらはネットで拾ってきたスケジュール表ですけれども、今がですね、大学3年生の1、2月ということになりますので、冬季インターンシップをやっているというところになるんでしょうけれども、大学3年生の3月というのが、こちらですね、経団連加盟企業の、広報活動が解禁になりますよということになります。で、自由応募の場合の大企業は説明会が開始になりますよということになります。で、そういうスケジュールで、6月になると内定が出されますよというのが、これが、正規ルートというか、取り決めされているルートでの、スケジュール感なんですけれども、現実はそんなことはないですよということになります。7割の企業がもうフライングしてますよということになります。で、こちらがまた別のサイトから拾ってきたんですけれども、3月1日よりも前に、採用選考は開始されている。で、そういう企業が約7割に達してますよということになっています。約7割、正確な数字は 67.7% ということですけれども、23年の12月、24年の1月、2月、ここまでに本選考を開始する予定であるというのが、この線ですね、下から2つを除く上から4つですね、4.5%、6%、27%、30%、これだけの企業がもうすでに本選考に入っている状態ということになって、3月から5月に本選考を開始する予定の企業が 30%、 6月以降に本選考を開始する予定の企業が 2.3% しかないということですので、 32.4% ですかが、スケジュールに近い形の3月以降ということになりますけれども、もうそれ以前に約7割の企業が本選考を開始してますよということになります。で、約半数の企業が内定をすでに出していますという、こちらが、もう一つのグラフです。3月ですので、やはり同じですね、下から2つで区切っていただいて、24年の1月から2月に内定を開始する予定であるというところが 3%、5%、15%、24% ということで、足し算すると約半数の企業が内定を含んで、もうすでに出し始めているということになります。で、3月以降に内定あるいは内定を出すという企業が 42% と 9% ということですので、約半数ということになりますね。半数の企業が、これ以降ということになるんですけれども、早めに動き出さないと、7割だったり半分だったりの企業はもうすでに動き出してますよということになります。で、大学生の皆さん、大学のサポートに準ずるような形で、順番にこれやってね、あれやってね、情報集め始めなさいよですとか、自己分析始めなさいよということで、スケジュールにのっとって、真面目なお子さんほどそういったルールにのっとりやすいのかなというところなんですけれども、ルールを重視している大学ほど危ないんじゃないのかなという気がしています。で、3月の候補解禁で情報を集めましょうねですとか、4月のエントリーに向けて自己分析しましょうね、あるいは企業研究しましょうねですとか、6月の選考開始に向けて面接の練習しましょうねという、一応取り決められているルール重視のスケジュールにのっとっていく
くとですね、こちらがまあこんなことですね。さあじゃあエントリーシートを書こうとなった時に、まあ例えばですけれども、エントリーシートの中に400字でうまいこと、自分の自己アピール書かなきゃなんていうことが、書かなきゃいけないなんていうことになった時に、うまく書けないよ、じゃあ対策しなくっちゃということで、じゃあ、学生課の人に見てもらったり、友達同士で添削し合ったりなんていうことで、時間が過ぎていってしまう。あるいはエントリーシートの中に持ってる資格を書きなさいよなんていうことがあった時に、もう英検の、受験チャンスないじゃん、TOEIC なら間に合うかしらということで、バタバタしたり、あるいは、その試験勉強をする期間も必要になってきますので、そうするとそれに間に合うのかしらという話になってきますし、あるいは試験対策という面で言うと、SPI の勉強いつすればいいのよということになってきます。早い企業だとエントリーシートを出して、その後ですね、じゃあいついつ SPI の試験を受けてくださいなんていう連絡が来て、その連絡が来てから3日後に SPI 受験なんていうこともありますので、そうするとそんな対策やってる暇ないよなんて言っているうちに SPI を受けて、でなんか不本意な出来だなと思ってたら、まあ、お祈りメールが来ておしまいみたいな話にもつながりかねませんので、そうすると、何もかもが後手後手に回っていくっていう形で、もう自分の志望する企業に入るということよりも、なんとかどうにか一社でいいから内定を取らなきゃということで、内定を取ることが目的になってしまって、で、まあ悪い話ですけれども、就職後にですね、ミスマッチみたいな形で、まあ辞められるなんていうことにもつながっていきかねませんので、ぜひ早め早めに始めていただいて、動き出していただければなと思います。で、新大学4年生、まあ、現在大学3年生であと2ヶ月もすると大学4年生になるよという方、もうだいぶ遅いぐらいです。すぐに始めてください。で、すでに遅いくらいです。応援してますので、なんとか、この、遅れを取り戻していただければなと思います。で、新大学3年生、今2年生で、新しく3年生になるよという方ですけれども、今から始めてちょうどいいぐらいです。今のんびりしていると、あっという間に時が過ぎて、今の大学4年生すでに遅いグライダーになっていってしまいますので、今から少しずつでいいので始めていってください。で、1年後を目標にということだ と、 なんだか気が長い話でのんびりしがちですので、まずはサマーインターンでなんとか、採用されるようなところを目標にしていただいて、今からですとエントリーまで3ヶ月かそのぐらいしかありませんので、3ヶ月でサマーインターンになんとかいいエントリーシートが出せるように、そしてサマーインターンに参加できるようにというところを目標に頑張っていっていただいて、でそうすると先ほどのこれですね、ギリギリ始めて、自己アピールの、エントリーシートの400字がうまく書けないなんていうことが、来年起こりませんので、要はこのサマーインターンに向けて、そういった経験を積んでおくことによって、仮にサマーインターンが、選考に落ちてしまって採用されなかったとしても、そういう経験を今のうちからしておくことによって、来年の、今頃ですね、慌てずにエントリーシートを書くことができるようになると思いますし、サマーインターンあるいは、来年の冬のインターンですか、に向けて、頑張っていくことによって、自分には何が足らないのかが見えてくるということになりますので、じゃあ英検の、試験を受けておこうですとか、 TOEIC で何点取っておこうですとかということまで、気が回るようになって、そうすると受験チャンスに恵まれた状態で来年の今頃を迎えられるということになりますので、ぜひ大学3年生は、今から始めてちょうどいいスケジュールになってきますので、あまり、まあ、長い話だからのんびり行こうなんていうのんきな話ではなくて、少しずつ動き出していただければなと思います。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。